地方官会議とは、戦前の日本における、府県長官の会議である。始まりは、明治政府が招集した、府県長官の会議である。戦前の府県知事は、内務省から各地に派遣される官僚であり、1890年に、大日本帝国憲法が施行されると、地方長官会議に名称が変更され、内務大臣の招集によって、毎年東京で開催された。 戦後にも内閣が招集する形で継続した。全国知事会の前身、全国地方自治協議会連合会が1947年に組織され、民選知事の時代につながる。当初の1874年の設置は、大阪会議で木戸孝義が構想し、開設が決定した。1875年以来3回、地方民情を知るために、県令及び、 不知事を招集した。地方民会や三新法など地方自治に関係のある地方行政をめぐる諸問題を審議した。なお、元老院に対する会員のつもりであるが、実質は感染の事務官会議であった。内務大臣が北海道庁長官と各府県知事を東京に招集して行われた。地方長官会議では、 内閣総理大臣と内務大臣などの各省大臣により訓示演説が行われ、指示、協議、諮問事項が提示された。このようにして、国の総合出先機関の長としての地方長官に、政府、各省の方針が伝えられていた。死にいいを、論文名、地方長官会議、アンド著者名、竹永光雄で検索。ありがとうございます。